皆さんこんにちは。今回のテーマは台風や大雨に備えようです。東京防災公式キャラクター防災くん、よろしくお願いします。それでは早速見てみましょう。毎年のように全国各地で大きな風水害は発生しており、東京でもいつ起きても不思議ではありません。でも水害はどのくらいの被害が出るか、天気予報である程度前もって知ることができます。つまり前もって準備をしておけば、いざという時に慌てずに行動することができます。そのためには地域によってどの程度の被害が出るか、予想できるハザードマップを使って確認することが大切です。また行動を取るタイミングのヒントとなる気象情報や避難情報の意味や、その情報を取る方法も分かっておくことも大切です。そこで皆さんに配られているこの東京マイタイムラインを使って、いざという時の行動を考えながら自分だけのマイタイムラインを作りましょう。ぜひ自分や家族の命を守る東京マイタイムラインを使って風水害に備えましょう。皆さん、備えの大切さは分かりましたか？台風や大雨による風水害の備えについて、東京マイタイムラインを活用して家族で話し合ってみましょう。